い、速稼塾の久保です。確かに無料のものってのは多いですよね。世の中に情報って無限に無料で落ちてます。ですんで、その無料のものにね、価格をつけて、特に高額、高い金額をつけて販売するのはどうなんだっていう意見はありますよね。情報商材っていうのは詐欺なんじゃないかなと、だから情報商材が詐欺だと思う人は、まあまさにね、もう情報商材が詐欺っていうふうに見抜けてるわけですから、買わなければいいだけで、わざわざ情報商材を売ってる人にケチをつけに来たりとか、情報商材を買って満足してる人にそれ騙されてるよっていうふうに首を突っ込むね、必要ないのかなと思うんですよ。だからね、いちいち他人のやることが気になるのかなと、まあ思っちゃうんですけども、まあ、今回ね、そのなんでね、無料のものに価値が、価格がついていても、そんなにおかしいことはないよっていうのが言えるかっていうと、本当にそうなんですよね。なんか情報商材買ってみて、それをいろいろ見ていたら、こんなん無料でいくらでもあるじゃんみたいなね、そんな感覚に陥ることはあると思いますけども、結局ね、なんでここに値段がつくかっていうと、その人の付加価値なんですよ。だから情報はここにありますと、この本の中に書いてあるものは例えば100円でね、ブックオフで売ってますと、だから情報としては100円なんですよ、情報としてはね。でも誰から受け取るかによってその価値っていうのは大きく変わります。まあそうですね、例えばね、A さん、 B さん、 C さんっていう全くタイプの違う女の子がいるとしますよね。で、男性がじゃあ誰とデートをするのはお金を使うの惜しくないかっていうね、ちょっと下世話の、話かもしれませんけども、自分のむちゃくちゃタイプな女の子とデートをするのに使うお金は惜しくないのか、自分のことを大好きな人でも自分はそんなに好みじゃないよって人とデートするのにお金を使うこと惜しくないのか、ものすごく自分が嫌いな人、しかも相手も自分を嫌ってる人と、まあ、割り勘でデート、おごりでデートをするの惜しくないのか、まあ、これだけでも差が出てくるわけなんですよ。ということはやっぱりね、自分が大好きで、好みでね、向こうも自分のことをね、ちょっと気に入ってくれてるみたいな、そんな女の子とデートするのに、まあ、高級ホテルのラウンジで、カフェ、まあ、もしくはシャンパン開けるの、シャンパンが1万5000円ですっても別に惜しくないんじゃないかなと思いますし、そうですね、こういう例を飛びましょうか。キャバクラ行きました。はい、すみません、私もね、よく行ってたんで、キャバクラ行って自分の好みの女の子を指名すると、で場内指名が2000円かかりますと、でその子がいただいてもいいですかって言ってドリンク欲しがります。ドリンクは1杯、3000円です。でそのドリンクは下のコンビニ行ったら、まあ別に5、600円で売ってるんですよと。狂月っていうお酒があります、焼酎がね。狂月っていうお酒は店内で買うと、キャバクラの中で買うと6000円するんですよ。で6000円のうち半分が指名した女の子へのバッグ、残りの半分がお店の取り分ってことになってます。でも今日月、コンビニ行ったら1000円もしない金額で売ってます。どうですかね。なんかそのお酒を受け取る場所、誰から買うかによってそれを納得済みの上で、高いお金っていうのを払えるわけですよね。で自分が気に入らないようなヘルプの女の子がついた時に、ヘルプの女の子がいただいてもいいですかって言ってもボトルは入れないですよね。こういうふうに私たちは付加価値を認識した上でね、意識的にも無意識的にも価格差にそれぞれ対応してると思うんですよ。もっともっと分かりやすい例ってのありますけども、たこ焼きね、たこ焼きは冷凍食品で50個入り5キュッパーで買ってくるスーパーのたこ焼きがあります。それをレンジでチンして美味しく盛り付けてね、で食べる、わー美味しいなたこ焼きでもいいんですけども、なぜかね、どっかでたこ焼き屋台で焼いてます、あいらっしゃいいらっしゃいって敵屋のお兄ちゃんが焼いてますと、最近敵屋いないのかもしれませんけども、で6個入りで500円です、たけみたいな感じですよね。でもこう500円払って買ってね、歩きながらホクホクと食べるお祭りのたこ焼き、美味しいですよね。どうですかね、価格差世の中にたくさんあります。無料のものそれをわざわざ有料で買う、そういう風な瞬間もお互いありますよ結構。まあそれと単純比較できないのかもしれませんけども、じゃ あブックオフで100円の本を買ってきました。 FX の教材の本です。一生懸命自分で勉強します。パラパラとページをめくりながらやりますよね。ちょっと分かりにくいなっていうところどうします。
ブックオフに行って、ブックオフでこの本買ったんだけど、なんか内容よくわかんないんですよ。ちょっと教えてくれますかっていうふうに、ブックオフで働いてるアルバイトの方に聞きますか。サポートしてくれます。どうですかね。私はしてくれないと思うんですよ。で、著者の方に出版社を通じて連絡する。コンサルしてもらえますかね。無料で。100円で買ったんで、本買ったんでね。書いてる内容よくわかんないんで、サポートの一環として教えてください。無料で。これ通用しますかね。どうなんでしょうか。あ、そうだそうだ。今日ね、こんなことがあったんですよ。吉田さん、私ね、クレジットカードのプラチナっていうのがありますよ。JCB のプラチナカードね。それから、アメックスのプラチナカードあるんですけども、他にもね、プラチナカードあるんですけども、プラチナカードってのは、コンシェルジェってついてるんですよ。コンシェルジェっていうのは、自分の悩みにね、答えてもらえるんですよ。これどうですかね。この切り口は面白いんじゃないかなと思います。私実はね、大阪京都にこの16、17行くんですよ、10月の。で、夫婦で、子連れで、乳児11ヶ月の子供と行くんですね。で、京都の京セラ美術館っていうところに行くんです。で、京セラ美術館朝10時からなんですよ。細かいオーダーがちょっとまだ他にもあるんですけども、ここでは割愛します。で、そういう宿泊に適してる、しかも予算がこれだけ、 GoTo トラベルを使えるところっていうような細かい指定をして、自分で探そうかなと思ったんですけども、待てよと思ったんですよ。クレジットカードのそのコンシェルジェにね、相談してみようかなと。で、アメックスの方と JCB の方、それぞれコンシェルジェ私ついてますんで、それぞれ同じように自分のね、オーダーをお話して回答いただいたんですよ。で、プラチナカードですか。プラチナカードのアメックスの方は、3時間ほどでね、返信いただきました。こういうホテルがいいんじゃないですかと。確かに私の言った通りのところです。場所もとってもいいです。車も入場できます。お、よかった。自分であれこれ探すよりもコンシェルジュに頼んだらやってくれると。で、もう一個の JCB のコンシェルジュは、10月8日の夜8時までに回答しますということなんで、まだ回答いただいてないです。その2つを比較してどちらかに決めようかと思うんですよね。これどうですかね、吉田さん。私はね、インターネットで無料で自分の希望の宿泊ホテルを探すこともできるんですよ。無料でね。で、かたやクレジットカードのコンシェルジェっていうのは有料なんですよ。年会費ちょっと高いんですよね、プラチナカード。だからコンシェルジェついてるんですよ。無料の情報に対して私はクレジットカードのコンシェルジェにオーダーすることによって、こっちにはお金を払ってるんですよね。でも自分で調べればお金かかんないんですよ。こういうのはね、じゃあコンシェルジェ、もう無料の情報をね、そうやってサービスとして提供して金取るのはどうなんだ。まさにね、これは情報商材に結構似てるところがあるなと。情報商材を販売するサポートも、質問が来て分かんなかったらこうやって検索するんですよね。吉谷さんも私も検索して得た答えを、はい、これですっていうふうに渡します。だから自分で考えてないアドバイスも結構あります。それはどうなんでしょうか。自分で考えてないけど答えにたどり着くっていうのは付加価値をもたらしてるわけなんですよ。それこそ、このあなたの悩みっていうのは解決方法がこのサイトに載ってますよっていうふうに URL を送りました。こんなん世の中で落ちてる無料の情報をね、ただコピーしただけじゃんかってクレームになりますかね。なんないと思うんですよ。いやー、わかりました、ありがとうございました。いや、自分ではこんな回答にたどり着けないですよ。この URL 非常に役に立ちました、ありがとうございました、になるんじゃないかなと思いますね。まあ、ですんで、誰にお金を払うかによって受け取る付加価値が全く変わるってこと。だから情報商材は無料で集めたものに対しても有料というものが付けられるんですよね。だから情報に対しては同じ0円かもしれませんけども、その情報の扱い方とかアフターサービスとかに対しては、無料でたどり着いたものっていうのはもうサービスがないわけですよね。でも有料で買ったものに関しましては、その付加価値分だけコンサルティングっていうのは、コンサルタントの方は働いてくれますしね。それから逃げないということですかね。まあ、多くのコンサルタント、情報商材の販売者さんは逃げるから一緒くたにされると思いますけどね。はい、で、最後になりますけどね、 FX の教材35万、これは速稼塾の塾生は割引を受けられます。まあ、ですので、単純に35万かける32っていうことではないんですけども、ただやっぱりね、4年間私はずっと相場解説してきました。
情報商材をその FX の商材を売るとなんて考えてなかったんですよ。4年間ずっとやってきて、その積み重ねが、たまたま今回ね、基本中の基本の商材を売る時でも、まあそこそこ売れるという結果に結びついたのかなと思うんですよね。まあそんな感じですかね。 FX の教材については、あの35万 ×32 ではないよっていうことですね。もうちょっと価格は抑えられております。速稼塾塾生さん特別価格がありますんでね、これを機会に速稼塾入って FX の基礎講座も入るみたいなコースもあるということでございます。それではいってらっしゃい。